新鮮度新鮮度は朝鮮の鍋料理、李氏朝鮮の宮廷料理であり、チョンゴルに分類される。口を喜ばす材料が入っていることから越口こゆ、赤、黄、白、黒の五色を基調とした3階の多様な食材を用いるようになった。伝説によれば、円山君の知性に、過れな鹿のため、定期量が山中に陰遁し、 野草や山菜をカローで煮炊きしたのが起源とされる。この様子が新鮮のようだったことから、新鮮のという名前がついたという。正式な形では19種類の具材を使用する。具体的には豆腐や薬味を入れて、平たく焼いた牛、ひき肉、牛もつのジョン、たら生子アワビ、エビ、貝柱などのジョン、セリやネギ、卵焼きなどがあり、これらを長方形に切る。 鍋底には、野菜の切れ端などを敷き、その上に長方形に切った具材を放射状に並べる。肉団子を外縁部、くるみや銀杏を内側に乗せ、松の実を散らして牛スープを注いで煮る。ありがとうございます。